空が降りてくる。それが僕が最初に抱いた感想だった。実際のところ空は降りてきているのではなく、僕らの方が空に近づいているんだけど、光の力でふわりと浮かび上がった僕らの体はゆっくりゆっくりと上昇していく。それにつれて僕たちが過ごした場所が足元で小さくなっていくのが見える。そこは監獄、ジェイルと呼ばれていた。ジェイルは本当に地獄だった。人の尊厳が侵され、踏みにじられ、足下にされ、毎日たくさんの命が無意に散っていった。あそこで一体何人が犠牲になったのか想像もつかない。それでもジェイルに囚われた僕たちは必死にあがき、何度もくじけそうになりながら、それでも諦めず、ついにはジェイルの中心、悪夢の生まれるあの塔の頂上にたどり着いた。そこで待っていたのは、僕たちにとっては過酷な真実だった。長きにわたって苦しめられた最悪の敵。スナークの正体は、僕らが信頼する博士だった。ジェイルに暮らす人々の希望だった太陽教団も、黎明解放戦線も、すべては博士の計画だったんだ。すべては白いコア、ウィッチクラフトを手に入れるため。願いを現実にする力で、神を作り出すこと。ウィッチクラフト、とてつもない力だった。時を巻き戻すように世界を塗り替える。まさに、
神様にしかできないようなことができてしまう。だから僕には同じ時間、同じ場所で二つの記憶がある。一つ目は、人間としての記憶。もう一つは、ナイトメア。化け物としての記憶。かつてナイトメアだった僕は、ツーと人魚姫さんの二人と共に、ジェールからの脱獄を目指していた。そこは、人魚姫さんの死を拒絶したツーが、白いコア、ウィッチクラフトに願い、書き換えた世界だった。だけど、そんな願いの果てにたどり着いた世界は、二人にとって幸せな場所じゃなかった。結局、ツーは自ら願った世界を否定するしかなかった。運命はいつだって、過酷で容赦がない。このジェイルでは特にそうだ。でも、何もしなければ変わらない。前に進まなければ、見えないものがある。少なくとも、ツーが願った世界は、人魚姫さんの思いは、確かに僕の中に残っていた。世界は変えられる。運命は決して逃れられないものじゃない。僕らが脱獄するのは、ジェイルからじゃない。このどうしようもなく理不尽な運命からだ。それに気づいたとき、僕とツーは、再び出会えたんだ。ジェイルは本当に不思議な存在だ。僕らを苦しめもするけど、願いを叶えもする。ツーも人魚姫さんも、そして死んだはずのみんなが、こうして生きて地上に向かっている。それもまた、ウィッチクラフトが光に与えた力でもある。繰り返される絶望を乗り越えて、僕らは今、希望へと脱出しようとしている。もちろん、地上が楽園とは限らない。ジェイルはあるだろうって話も聞いている。でも、僕たちの上昇は止まらない。引き返すつもりもなかった。周りにいる仲間たち、黎明のみんなも同じ気持ちだろう。風が、ふわりと頬を撫でる。誰かが、地上だと声を上げた。誰だろう。ここにいるのは、黎明の仲間たちと、解放区に暮らしていた100人ほどの一般人だ。たった100人。僕が生まれる前、ジェールが出現する前には、街に人が溢れていたそうだ。また、そんな光景が見られるだろうか。平和で安全な日々を取り戻せるだろうか。悪いことの後には、幸せが待ってる。大変かもしれないけど、きっとみんなが笑顔でいられる世界が待ってるんだ。誰もが期待に胸を高鳴らせていた。そこはもう、見上げるだけの空じゃない。僕らが生きる新しい世界だ。ああ。でも、不思議だ。青空だと聞いていたのに、この空はとても、真っ赤だ。なんだ、なんだこれ。ジャック、これみんな人の死体。見ちゃダメだ姫。こんなどこを見ても死体の山か。地下でもこれほどの数は見たことがないな。冗談じゃねえ。こんなの聞いてねえぞ。大丈夫、眠り姫。ほら、目をつぶって。少し休んでた方がいいわ。死体には慣れたつもりだったけどよ。さすがにこの匂い、吐きそうだぜ。みんな、上を。空、それがどうしたの、ジャックさん。違う、曇っているんじゃない。これはもしかして監獄と。あんなに遠くにあるのにここまで影が落ちてる。なんて大きさだ。地下の監獄塔が可愛く見えるぜ。しかもあの監獄塔は浮いているのか。どういう
あのツタが関係しているのか。みんな、これからどうする？少しあたりを調べてみるべきかな。下がって俺、イツキ。あの山の一部になりたくないのならな。それはどういう意味だい？考えてみれば当然だ。死体が自然に積み上がるわけがない。見なよ、まるで監獄島への捧げ物みたいだ。捧げ物か。なるほど、確かに。ではそれをやったのはあそこの連中であろうな。女の子。でも普通の女の子のわけがないよね。機械の鎧に青い炎か。でもどうしてかな。私たちに似てる。おい、一人こっちに来るぞ。突然のところ失礼いたします。私、ジェノサイドピンクのギロチンと申します。ジェノサイドピンク、随分と物騒な名前だな。それよりもこの中にアリスという方がいらっしゃると思うのですが、一体どなたでしょう？どうして初対面の君がアリスの名前を？アリス、なんだか怪しい。下がってて。ジャック。なるほど、あなたがそうですか。一瞬で移動した。あなたがアリスですね。だったら何だって言うのよ。よかった。間違っていたらどうしようかと思いました。確認できて本当によかったです。それでは、それ以外はさようなら。うわ、いきなり何を。まったく、掃除を終えたばかりだというのに、ゴミというのはすぐに湧いてきますね。やめなさい。なんでいきなりこんなことをするのって聞いてない。とにかく止めないと。待つんだ、ジャック。君一人では危険すぎる。なんて速さだ。もちろん我ほどではないがな。でもやっぱり速すぎる。誰か助け。本当にゴミは死ぬ時もうるさいですね。くそ、手当たりしないか。姫、下がって。巻き込まれる。でもおつーちゃん、みんながうわ、次のゴミはあなたですね。やらせるもんか。邪魔しないでくれます。おつーちゃん、私も戦うよ。姫、気をつけて。こいつ波の相手じゃない。ゴミはゴミらしくさっさと朽ち果てればいいもの。人の命をゴミ扱いする、君のような人を僕は許さない。許さない？なら力ずくで止めてみますか。言われなくても。おつーちゃん、おつーちゃんに何するの。出しゃばらなければいいもの。まあ、いずれにせよ殺しますね。なんなんだこいつらのこの力は。メルヘンなんか比べ物にならない。逃げろ。ゴミに関わってる間に他のゴミどもが逃げ出してしまったじゃありませんか。あっちもお掃除してまいりましょうか。ダメよ、そんな。どんどん殺されていっちゃう。つい、人魚姫さん。あの子たち、逃げる人から率先して殺してる。本当に掃除のつもりなんだ。
ジャック、ジャック。ツウ、ジャック、覚悟を決めよう。そうだね、勝てないかもしれない。それでもみんなが殺されるのを見過ごせない。よくぞ言った。いい加減我も我慢の限界だったのだ。一人を集中して攻撃すればいけるかもしれない。たとえ勝てなくてもみんなを逃がす時間は稼げるかもしれないよね。頑張る。行くぞみんな。あら、どちらに行かれるんですか。いつの間に。もしかして全員でかかれば私を倒せると。これはこれは、後回しにしたせいで希望を持たせてしまったようですみませんでした。ちゃんとあなたたちゴミの処分は引き受けさせていただきますので。みんな気をつけ。相談所するな。強すぎる。この我がまともに一撃も入れられなかったなど、どうすれば。もうおしまいかも。僕たち死んじゃうの。みんなで死ぬ思いをしてやっとここまで来たっていうのに。ち、殺したと思ったらまた生きてる。夢じゃなくてゴキブリの集まりか。おっと、いけません。私としたことがこの程度で取り乱すなど。そうだ、みんなは。そんな。ほんの少し前まで生きて笑ってたのに。だいぶ片付いたようですね。あなたたちもそろそろ死んでくださいね。クララ、クララ、しっかりしろ。クララ、ダメだ、死ぬな、死ぬな、クララ、クララ。まったく、うるさいってもありません。いい加減にしてもらえませんか。そっちこそいい加減にしろよ。は、
今なんつった？いい加減にしろって言ったんだ！こんなに殺して何になるって言うんだ！話してんだ、動いてんだろ、生きてんだもん。それで十分死刑に値すんだよ。だからさっさと殺されればいいもの、意地汚く生き延びて泣き叫んでんじゃねえよ！イラつく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 ！お前死ぬ。ジャック！させない！アリス！ジャックは傷つけさせない！下がるんだアリス！そんな傷で戦ったら死んでしまう！いいえ、下がれないわ。こいつはジャックを殺そうとした。報いは受けさせる。アリス、今すぐその首跳ねてやろうかと言いたいところだが、マスターからは殺すなという命令だ。さて、どうしたのか。みんな目をつぶって。なんだこの押しつぶされるような力は。なんだ、一体何が起きたのだ。あれは光。もう好きにはさせない。みんな、私が抑えているうちに。ああ、今のうちにギロチンを倒して生き残ってる人たちを助けに行こう。くそ、グミ玉な分際で。そんな無様な格好で言っても惨めなだけよ。覚悟するがいい。せっかく我がかっこよく決めたというのに、今度は何なのだ。まるで獣の方向のような。バカ野郎、無駄すんじゃねえ。平気だよ、このくらい。なわけねえだろ。お前、肩に槍がぶっ刺さってんだぞ。なんだこのまがまがしい槍は。一体どこから飛んできたんだ。あー、もうやっと自由になった。さあ、動いてる子はどこかな。お願いです、どうか命だけは。本当に？それじゃあ、その大事に手に持ってるネックレスをちょうだい。これは母の形。そっか、ダメか。形見じゃ仕方ないよね。いえ、こんなものただの石ころです。どうぞお譲りします。あっさりあげすぎ。ていうか、そんなのやっぱりいらないっと。綺麗に首が吊れた。新しいネックレス気に入った。はい、救済完了。もうイライラする。おいしい血でも飲んで気分転換だぞ。挟まないで。大人の味だね。まずいぞジャック、あいつらまた殺し始めた。ようやく動けるようになりました。あんな女にやられるなんて、マスターが知ったらきっと怒りになる。許さない、
許さない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 、くそ、光はやらせねえ、守る、させない、邪魔するな、なんて速さなの、ほらほらほら、死ねよ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 、よくもアリスを、どうか邪魔すんじゃねえと言ってんだろうが、アリス、チャック、いかん、このままでは、眠り姫、二人同時に行くぞ、うん、わかった、無駄っつったんだろ、我の攻撃がこんなに簡単に、ジャック、今のうちにあなただけでも逃げて、アリス、そんなことできないよ、でも私はアリス、アリス、どうしたらいいんだ、どうすればここを突破できるんだ、体が浮かぶ、もしかして光、君なのかい、誰も死なせたくない、頑張れ私、おいバカ、そんな傷でこんな力使ったら、大丈夫だよ、これくらいみんなの痛みに比べたら、でもね、痛みでちょっと制御が難しいかも、だから先にみんなに謝っとくね、謝るって何をだよ、おい光、やめろって、守るの頼みでもそれは聞けないかな、あの羽女、あいつだ、あいつを先に殺す、絶対またみんなで会おうね、ここはどこだろう、僕たち外にいたはずじゃ、そうだ、あの時光が僕たちを助けようと力を使って、おい光、しっかりしろ、こんなに無理をして、私は平気だよ、何が平気だ、無茶しやがって、守は心配性なんだから、光、嘘だろ、おい、しっかりしろ光、落ち着いて、気を失っただけだ、傷も塞がっているし呼吸もちゃんとしてる、おそらく体力を使い果たしたんだ、そうか、ここはさっきまでいた場所とは明らかに違う、きっと光が僕たちを別の場所まで飛ばしてくれたんだ、姫とは離れ離れになったのか、すまねえ、こいつ昔っからそそっかしくてよ、いや、責めてるわけじゃないんだ、むしろ光は命の恩人だよ、そうだね、あんな状態だったから飛ばすだけで精一杯だったんだろう、起きたらちゃんとお礼を言わないとね、それにしてもあの女の子たち一体何者だったんだろう、ジェノサイドピンクだっけ、とてつもない強さだったね、それに人を殺すことにためらいがなかった、簡単に道を掃除するみたいに殺していた、地上にはあんなのがうろついてんのかよ、勘弁してほしいぜ、まったく、あのおびただしい数の死体の山を
た4人の女の子だけで作ったとしたら恐ろしいよ。どんだけ強かろうと関係ねえ。光をこんなに仕上がった奴らだ。絶対に許さねえ。いや、あれは彼女たちがやったんじゃないと思う。おい、どういうことだよ。しっかり見ていたわけじゃないけど、あの槍は死体の山のずっと向こうから飛んできたように見えた。じゃあ他にも奴らの仲間がいたってことかもしれない。それに直前に聞こえた獣のような方向も気になる。要するに何にもわからないってことか。くそ、こそこそ隠れてねえで出てこいってんだ。とにかく敵については今の時点で情報が少なすぎて考えるだけ時間の無駄だ。まずははぐれてしまったみんなを探そう。じゃあこの辺りを探索してみるかい。メルヘンがいるかもしれないけど。危険は承知の上だ。それにここが安全だって保証もないしね。確かにジャックの言う通りだけど。光は俺が運ぶ。悪いな、敵はお前らに任せるぜ。姫、近くにいるといいけど。大丈夫だよ、きっとすぐ再会でき。しっかりなさい。今の声はミコさんの声だ。行こう二人とも。ほらしっかりして。クララ、あなた地上でやりたいこといっぱいあるって言ってたでしょ。だから気をしっかり持ちなさい。こんなところで倒れちゃダメよ。ミコさん、あなたたち無事だったのね。おい、こいつどうしたんだよ、こんなに血が。クララは大丈夫なのか。応急処置はしたけれど血が流れすぎた。このままではこの子出血多量で死ぬ。いらっしゃいっす。自分今めっちゃ感動してるっす。正直地上への脱出って言ってもどうやってやるのかって思ってたんすよ。監獄島のてっぺんからロープでも伸ばすのかとか思ってたんすけどね。でもそれも無理があるっていうか。なんて思ってたらまさかの浮遊っすよ。これはさすがの自分も全く全然想像してなかったっすね。ねえ師匠もそう思うっすよね。少しは静かにできねえのかお前。こんな時にテンション上がらない方がどうかしてると思うっすよ。ほら師匠もにっこりするっす。ああ、もううるせえ、ちょっと黙ってろって。へえ、わかったっすよ、静かにするっすよ。もうんだ、師匠のいけず、どう変木、僕年人。お前、僕年人って言葉の意味分かってねえだろ。なんとなく師匠がもやっとしてくれたらそれでいいんすよ。口の減らねえ。とにかくおとなしくしてろ。はい、師匠見習ってちゃんとむっつりしとくっす。そんなに怒らないでくださいってば。今度こそ黙るすから。嫉妬してるのは苦手なんすけどね。でもまさか自分が地上に行ける日が来るなんて思ってもみなかったっす。周りの子たちはみんなメルヘンに捕まって、自分はなんとかおばあちゃんのおかげで助かったっすけど、でもすぐに一人になっちゃって、そこからはもう必死だったっす。なんとか解放地区にたどり着いて人様の財布をすり取って生きていたっす。って自分の人生不運にも程があるっす。いきなり叫ぶな。どうしたんだ一体。あ、いや、なんでもないっす。すいません師匠。師匠、
自分と出会った時のことって覚えてるすか？ああ、そりゃ覚えてるぞ。なんせこの俺からすり取ろうとしやがったんだからな。いや、あの時の説教は人生で一番ビビったっすね。って言う割にはお前、あの後も10回くらい俺からすり取ろうとしたじゃねえか。それは師匠がいい人そうでちょろそうだったからっす。お前な冗談言いすぎたっす。師匠だけがちゃんと自分を見てくれたんすよ。だから師匠はいつだって自分の師匠っす。どこまででもついていくっす。よし、じゃあ師匠の言いつけはきちんと守れ。とりあえず静かにするところだ。へい。人生、ようやく運が向いてきたっすか？だからうるせえ。すんません、つい声に出てしまったっす。お前、口閉じてからまだ数秒しか。ほら師匠、地上が見えてきたっすよ。積もっても数千はあるぞ。師匠、このむせ返るような血の匂い、白骨化どころかほとんど腐ってもいねえ。ってことはそれほど時間は経ってないってことか。師匠ってば。なんだ、どうしたってんだ。うるせえ。分析でもしてなきゃ今にも頭がおかしくなりそうなんだよ。あ、こんなところにも動いてる子がいっぱい。いつの間に。これはちゃんと殺してあげないとね。ああ、でもアリスって子がどれかわかんないよ。殺しちゃったらまずいかな。まずいよね。あー、でも殺したいなぁ。あらら、ギロチン姉さんがやり始めちゃった。じゃあ私もやっちゃっていいよね。やべえぞ。おい、みんな逃げ。ほら、逃げないと死んじゃうわよ。いやー、足遅い。もうちょっとみんな必死になればいいのに。待て、やめてくれ。ああ、こんなに簡単に殺したくないんだけどな。師匠、自分たちも逃げなきゃ。待ちなさい。なんすかこの女の子。クララ、離れろ。そいつ、解放地区の人間じゃない。ってことは、あの殺人鬼の仲間っすか。そうよ。火炙り柱は首吊り台、首吊り姉さんの妹なんだから。火炙り柱だって人なんて簡単に殺せるわよ。見てなさい。これかなりまずい気がするっす。クララ、背中を見せずにゆっくりこっちに来い。やってやるんだから。火炙り柱もできるんだから。
これ以上みんなに危害を加えさせませんわ。あれ、逃げない子なんて珍しい。覚悟。遊んでくれるの？わあ嬉しい。簡単に死なないでよね。シンデレラさん、さすが景色少女っす。これならきっと助かるっすね。どうだろうな。この死体の山を作ったのがこいつらなら、景色少女でも油断できる相手じゃないぞ。言っただろう、死体の山ができてそれほど時間は経っちゃいねえ。つまりこいつらはこの数の死体をほんのわずかな時間で作ったってことだ。やめて、絶対。新鮮な血おいしい。あっちでもか。なあ、お前ら一体何者なんだ。なぜこんなむごいことをする。柱に行ったの？他に誰がいるんだよ。うるさいうるさい。お前らはパパの命令で死ぬんだ。死ねえ。おっと、危な。なんだこいつの攻撃、さっきのやつに比べたら遅いし大したことないな。そうっすね、自分でも簡単に避けられたくらいっす。とはいえ話が通じる相手じゃなさそうだ。とりあえず逃げるぞ。やだ、火あぶり柱ったらこんなのに手間取ってるの。また別のが来やがった。向こうで戦っていたはずじゃ。ほら火あぶり柱、手助けしてあげる。行くわよおじさん。師匠危ない。クラ、私の輪っかに自分から捕まりに来るなんて。話せ。うん、殺してから解放してあげるね。あら意外と頑丈、真っ二つにしたつもりだったのに。クララちゃん、この許せません。ちょっととどめ刺すんだから邪魔しないでよ。死ぬな、死ぬな、クララ、クララ。ああ、もう次から次へと。ちょっとそこどいてよ、殺せないでしょ。そんなことさせませんわ。また新しいのが。あ、そうだ、火あぶり柱、そっちの死にかけはあんたが殺しなさい。え、あ、火あぶり柱が？そうよ、死にかけとちびっこくらいならあんたでもやれるでしょ。ああ、私ってばすごい妹思い。ちゃんと後でチェックするからしっかりやりなさい。殺す、火あぶり柱が。ねえ、なんでこんなひどいことするの。違う。ねえケバ、違うもん、火あぶり柱じゃないもん。おいクララ、しっかりしろ。脇腹と手首の傷が深いな。くそ、俺が守ってやるべきだったのに。クララ、返事しやがれ。さあ
始めよう。そんな、なんとかクララを助けられないんですか？傷は塞いだけれど、血を失いすぎているの。輸血可能なものもいないし。僕の血を使ってくれ。いくらでも取ってくれて構わないから。気持ちは嬉しいけど、通じゃ血液型が合わないわ。そうだ、光ならなんとかできるかもしれねえ。おい光、守る。光もだいぶ衰弱している。下手に力を使わせたら彼女の身も危ないよ。そうだな、光のやつすげえ頑張ってくれたもんな。くそ、どうすることもできないのか。そうだわ、私としたことが。ジャック、あなた確かクララと同じ血液型だわ。本当ですか？そのうちの特殊性ばかりに注目していて、単純な血液型のことをすっかり忘れていたわ。ただただあなたの景色少年の血液が他の人の体にどんな影響を及ぼすかわからない。けどよ、今輸血しねえとクララは死んじまうんだろ。だったらかけてみるしかねえよ。守るの言う通りだ。悩んでいる時間はないよ。私も覚悟を決めるわ。やるからには全力でクララを救う。ジャック、悪いけど血を分けてくれるかしら。もちろんです。僕の血でよければいくらでも。それじゃみんな手伝ってくれよ。輸血をしながら治療の方も進めていく。ツーはメルヘンが来ないように見張っていて、マモルはクララの体を押さえてくれるかしら。絶対にここは死守するよ。手元が狂わねえようにがっちり押さえとくぜ。だから頼んだぜ、ミコさん。最善を尽くすわ。じゃあジャックは横に寝そべって。お願いします、ミコさん。ここに来た時、医療器具がだいぶなくなってたけど、輸血キットが残ってたのは不幸中の幸いだったわ。それじゃ行くわよ。まず処置は終了よ。メルヘンも来なくてよかったよ。それでミコさん、クララの容体は？助かっただよな。脈も呼吸も安定しているし、おそらく峠は越えたわ。よかった。ああ、本当にな。ミコさんとジャックがいてよかったぜ。そんな、僕は何もしてないよ。ミコさんが頑張ってくれたから助かったんだ。出たな、ジャックの謙遜癖。そこがジャックのいいところでもあるけど、もっと誇ってもいいと思うよ。その通り、私だけじゃ救えなかったんだから、胸を張りなさい。はい、そうします。それにしても何かしらね、途中からクララの容態が急激に安定したわ。で、自らの意志で生成する増血量を増やしていったみたい。やっぱりこれはジャックの血の影響かしら。景色少年の血にはそういった効果もあるのかな。可能性はあるわね。正直もう少し詳しい検査をしたいところだけど、こんな状況では贅沢というものよね。何にせよ拒絶反応がなくて何よりだな。ミコさんは休んでくれ。俺たちが来る前からずっとクララを見ててくれたんだろ。ありがとう。でも疲れているのはあなたたちも同じでしょ。物資もないから地べたに布切れを敷くくらいしかできないけれど、みんなで休みましょう。そうだね、そうしようよ。みんな地上に出てから随分経ちさ。ごめんジャック、僕は正直姫を探したい。僕たちはこうして集まることができたけど、姫はもしかしたら一人ぼっちかもしれない。そんな状況でもしもメルヘンたちに遭遇してしまったらと思うと気が気じゃないんだ。ツーの気持ちはとてもよくわかるよ。
でも今は休むべきだ。だってツーは地上で襲われた時、僕たちを守るために戦ってくれたでしょ。しかもクララの手術中もずっと見張りを続けてくれていた。誰よりも疲れてるはずだよ。そんなことないさ、僕はまだまだ元気だから。何するんだ守。俺に背中を押されてよろけるなんて普段のお前じゃありえねえだろ。これはたまたまだって。あのな、そんな状態じゃ人魚姫を見つける前にお前が死ぬぞ。た、無理すんなったろ。分かった。じゃ、まずは俺が見張りをする。だからみんなは休んでくれ。守、僕も一緒に見張りするよ。お前は血を抜かれたばっかだろ。休んどけ休んどけ。そうだけど、寝ていただけだからさ、見張りくらいやらせてよ。そうか、じゃあ一緒にやっか。おつ、何かあったら悪いが起こすぜ。構わない、すぐに飛び出せるようにしておくよ。じゃあ二人とも頼んだよ。ジャック、どうかしたかい？ごめん、なんでもないよ。見張り任せて。なあジャック、いいか悪いかはさておき、ここは袋小路だ。見通しも悪い。だからよ、向こうの道まで出て見張ってようぜ。うん。つうわけで、ちょっと先んとこで見張るわ。おつーもミコさんもしっかり寝といてくれよ。待ってよ守。何も来ないといいね。にしてもよ、またとんでもないことになっちまったな。地上に出たと思ったら死体の山だしよ。本で読んだ綺麗な景色はどこにあるんだか。どこかにはあるって思いたいよね。希望を捨てるつもりはねえけど、絶対あるって言い切れねえくらいにはひでえ状況だよな。あの地下監獄のジェールが豆粒に見えるほどのでっけえ監獄ともあったしな。地下のジェールですらあんなに苦労したから、この先を考えるだけで恐ろしいよ。しかも今度はメルヘンだけじゃねえしな。あのヤバそうな女たち、なんつったっけ、ジェノサイドピンクって言ってたね。景色少女が手も足も出ないなんて、まさか想像もしなかったよ。光がいなかったらマジでヤバかったよな。そうだね、おかげで助かったよ。でも今度はバラバラになっちゃったね。ああ、その上ここがどこかも分からねえしな。しかも地上で生きてくなら、ジェノサイドピンクとはきっとこの先どこかでまた出会う。だから生き残るためにもみんなでまた集まって力を合わせないと。なんてことをジャック、お前はまたごちゃごちゃ考えてるんだろ。いや、正直頭が追いつかないよ。俺はそんなに頭回んねえから、いろいろ分からねえことだらけだ。きっとこの先いろいろな謎を解決していかなきゃいけねえんだろう。でも今はこうして生きてることに感謝して、次に何をするべきかを考えなきゃって思ってる。守る、まずはここで生活の基盤を作りながら仲間を探そう。そうそう、それがいいと思うぜ。安全を確保して、それから飯や寝床とやることはいっぱいある。うん、まずはそこからだね。ありがとう守。僕一人だったらきっとこの状況に飲まれてもっと焦ってたよ。こんなの混乱しねえやつなんていねえから安心しろ。でも今やるべきことを守は分かってた。
しかも度胸もあるし、一緒にいてくれてよかったよ。それにしてもなんだかおかしいよね。何がだ？だってさ、マモルと一緒にジェルに捕まっていたのってついこの間のことだよ。それなのに脱獄して地上に出て、気づけばこんな右も左もわからない場所にこうして二人でいるんだもん。確かに運命様も気まぐれすぎだよな。もし退屈させないように計らってくれてんなら、ありがた迷惑な話だぜ。たっ、とにかくまずは食料探した。うん、それと一緒に近場から他のみんなも探していこう。あれはおいジャック、今の見たよな。うん、あっちの道の奥、大きくて真っ黒な空間が動いてたね。どう見てもナイトメアが現れた時の空間だよな。ここにもナイトメアがいるなんて。まずいぞ、今鉢合わせたら間違いなく全滅だぜ。こっちは袋小路だからな。どうする？今のうちにみんなを起こして逃げる。もしもナイトメアがこっちに向かってくるようなら、全員起こして一か八か突破だな。とにかく今は気合い入れてみはるぞ。少しの変化も見逃さないようにしなきゃね。お疲れジャック、守る。あ、起きたんだね二人とも。ずいぶんと長い時間見張りをしてくれてたのね。起こしてくれてよかったのに。見張りは今俺にできる唯一の仕事だからな、気にしないでくれ。ミコさん、クララはどうなんですか？傷は完全には塞がっていないわ。でも容体は安定したからもう大丈夫ね。よかった、いいニュースが聞けて元気出てきたぜ。今ならメルヘンだろうがぶっ飛ばせそうだ。本当かい？じゃあ守るには引き続き見張りをお願いしようかな。ぎっ、あ、いや、それは勘弁してくれ。冗談だって。次は僕が変わるよ。待って、ツー。見張りを交代する前にこれからのことを話したいんだ。わかった、聞かせてくれ。ひとまず一晩見張ってみて、メルヘンが来ることはほとんどなかったよ。たまに近づいてくるやつもいたけど、そいつらも行き止まりだって分かってるのか通り過ぎていった。なるほど、でもいつかは入ってくるんじゃないか。だから念のため俺が即席の柵を作っておいた。これでさらに気づかれにくくなったはずだぜ。心もとないけど今はこれが精一杯ってところだ。まずはここを拠点に食料や飲み水の確保をしたいと思うんです。それでライフラインに必要なものを揃えていきながら他のみんなを探すべきかなって。異論はないわ。まず生きることを考えるべきよね。だけど一つ問題がある。ここにもナイトメアがいながら。そうか、やはりね。なんとなく予想はしてたけど。まあだからといって探索しないって選択肢はねえんだが。探索は僕とツーの二人だけで行くのがベターだと思うんだ。私たちは足手まといだもの。